20年以上続くこのデフレ、経済の縮小、これは自由民主党と公明党との連立政権の経済政策の失敗です。今日政府マスコミは国債1000兆円、国の借金、これも大嘘です。いずれ返さなければならない借金、これも大嘘です。将来世代への付け、これも大嘘です。私たち日本の国は、私たち国民が一生懸命働いて、物とサービス、品質を含めて生産性が向上し、生活が豊かになるのです。ここまで疲弊しますと、この20年以上続く経済の縮小、デフレ、これを打開するには国家の投資、国家の投資が必要です。その財源は税収と国債です。国債の残高は経済の成長により、国家財政の拡大と穏やかなインフレで実質国債残高が減少します。もちろんここでの国債発行は穏やかな、緩やかなインフレの範囲にしなければならないことはもちろんのことです。近代の日本でも税収財源で国債を回収したことはありません。にもかかわらず安倍政権は国家財政に税収との収支均衡を求め、緊縮財政を求め、緊縮財政に至っております。結果、デフレと経済の縮小で日本はますます貧困化しているのです。私たちの国民の生活がますます苦しくなっているのです。これは安倍政権の経済政策が全く真逆の間抜けとしか言いようがありません。緊縮財政による経済政策の失敗です。経済政策は皆さんご存知のように、金融政策と財政政策、この2つの政策がまさに車の両輪となって前に進むのです。経済成長するのです。にもかかわらず安倍政権は金融政策のみ、金融緩和によって市中に多くの多額の資金を回す。しかし実際どうでしょう皆さん、そこに財政出動がありません。そして20年から続くこの経済の縮小とデフレによって、各企業はその投資先を見失っているのです。経済の拡大を、事業の拡大を見失っているのです。
この時は皆さん、国家が主体的になり財政出動をしなければ、積極的に財政出動しなければ、このデフレなり経済の縮小から脱することはできません。金融政策と財政政策、この2つの経済政策をきちっと前に進めることによってのみ、私たち日本の経済は再生することができるのです。